今の段階で巨人はない予想なんですか、最終的にいけば。再生はいるけど、もうね、A と B がちょっと分かれたな、セ・リーグは。A と B が。じゃあ広島も入ってるっていうことですか。広島は A に入るよ。大丈夫ですか。いや、なんでダメなの、理由は。どこが弱い。いやいや、わしが分からんことを教えてくれよ。僕は、僕が見てて、笹岡監督との感性が全く違うんです。感性が、だから見ててつまんないです。だから笹岡、いや、だから笹岡監督のやってることがいいのかもわからないですよ。僕が間違ってるのかもわからないし、僕は監督の経験ないから。それは関係ないよ、いや、わかんないかもわからないですけど、笹岡監督がやろうとしてる野球と僕がこう見ようとしてる野球が合わないんですよ。合わない、ね、なんでここで代打使わないんだとか、あ、ここでなんでダイソー行かないんだとか、ピッチャーもう変えた方が絶対いいって、勝負の流れからしてって思う時がたくさんあるんですよ、ないですか。わしもあるよ、それ。あるでしょ。あるけど、いや、それはだからそれは勝ったら正しいですよ。いや、だからそうだけど、だけど我が一緒にやってるし、彼と、まあ、球も受けてる、多分世界中で野球関係で一番相性が合わんのは達川だと思うよ、笹岡監督。わしものすごい怒ったもん、ピッチャーの時。ピッチャーの時怒るし、ものすごかったもん、あいつ。特に言ったことって何だったんですか。だから91年優勝したじゃない、はい、で彼がその前の年に入ってきた、でブルペンで、NTT から笹岡への入ってきたでって馬ずらしたなんか言うけど、あ、こいつだなぁ思ってすぐ分かりました、分かった、すぐ分かった。で、監督が東洋大学の2個先輩だった、はいはい、増野さんいてね、はい、その人が、おい、立つって、あ、町だった、ドラフトの後に、はい、笹ホースよろしく頼むでって言われて、笹ホースって、まあ笹ホース言うまで、はい、笹ホースよろしく頼むでって、はい、で、笹ホースはな、あいつは立ち上がりええんだと、めちゃくちゃに。で、6回ぐらいからもう球が浮いてボコボコ打たれるけ、そこだけ気をつけてくれのって言われて、そうですか、どうなかったんですかって言ったら、浜田の方から、浜田商業の方から来てね、サインの方から来て、どうなかったんですかって言ったら、おー、そうての、球だけはまあまあだったんだが、タイルがなかったけ、わしが毎日スクワットを1000回やらしたんじゃないって。で、俺が育ったらいいって言いたかったんだと思って、まあ、ね、まあ、だいたい手柄にしたいですよね、みんな。いや、まあそれはそうだけど、まあそれ本当にやったらしいよ。で、笹ホースって言うからさ、でパッと入ってきて、西南のブルペンの若いから端っこに投げるわけよ。投げたらさ、パッと三球取った瞬間に、あ、信じよう、間違いないなと思って。あ、よかったですか。めっちゃよかった。まっすぐがよかったですか。スライダーがよかった。僕ね、笹岡のまっすぐというよりもあのカーブが嫌だったです。あれがね、はい、邪魔だったです、縦割りのね、はいはい、あいつかわいそうな、13勝7敗、17セーブかなんかして、与田が確か34セーブかなんかしてね、新人を与田に取られた、与田に取られた、13勝して13勝7敗よ。お調べてみよう、お前すぐ調べてみよう。いやいや、1年目めちゃくちゃよ。わしはもうほんまにみんなに文句言いに行こうと思ったんだけど。いや、それでもう特に合わなかったのはどういうところなんですか、笹岡。いや、合わないよりめちゃくちゃとにかく怒ったから。会話なんかしたことないよ。何に対して怒ったんですか。いやいや、こいつに頑張らさなきゃな思って、こいつ頑張ったら優勝できるな思って、もうこれ絶対できるな思って、実際2年目 MVP でも全部取ったの、沢村賞から何から何から何から全部。ああ、そうですか。で、ファンレター 2,3 通しか向かってわしのところは大体 5,60 通毎日来たけど、2,3 通しか来ない。うん、これ大丈夫かなと思ったら、綺麗な予算もらってさ。ああ、そうですか。めっちゃ綺麗な予算もらったんだ、やっぱり。あ、なるほど。2,3 通の中からあったんですかね。でね、まあ、よう分かるのは、キャンプなんか取材行ったりするじゃない。で、コロナの前だったら、できた時はちょっとだけあったんだよ。で、わしが行ったらさ、よし、まあ、5分も話したら、もう相当話したよ。大野が行ったら、ずーっと話すけど、30分、40分も、下手したら1時間ぐらい。で、わし、大野にいつも言うのよ。お前ら、絵の中でよって、いろいろ情報聞いて、でも、達川さんは、野球を見てて、広島の、どうですか、今。いや、元気に頑張ってるよ。元気に頑張ってる。僕が気になるのは、森下が、いい時はビシッと行くけど、2回ほど炎上してるでしょ、今。炎上してる。あれ、何なんですか。僕、修正力がもっとあるって思ったんですよ。いやー、東京オリンピックから帰っておかしくなった、ちょっと。何がおかしくなったんですか。あのボールに慣
れて普通なら元に戻るんだろうけど、まっすぐがちょっとシュート回転してちょっとこうファースト側に流れてホーム的に、うん、前はまっすぐこうスッとこう来れたんだけど、でも悪い時は倒れてましたもんね。そう、まっすぐ来れなくなった。だからカーブもあの真上からこう来るとバッター見づらい、うん、こう縦の山じゃなくて横の山になってるから、うん、見える。なるほどな。だから今さっきもフォークの話したけど、フォークもこう真っすぐで来たかなと思ったら落ちるからこう空振りするんで、カーブもあんたの佐々木の縦割りのカーブ嫌だ言ったのは、真っすぐドロンとか、そうですね、うん、あれはちょっとでもこう横行ったら横になるとこ見えますから、見えるから、 あなたの得意の三遊間へチョーンとってチャ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 って走って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 で、あそこ土地高取ったんか三遊間あんた。まあちょっと高かったですけど、広島は安かったです。いや広島の三遊間あ、まあ、吉彦に言うとくわ。いや吉彦さんこの前来られて来たわし吉彦の後か。いやそういうわけじゃないです。今なちょっとあしゃ傷ついたよ。でも吉彦さんとはコラボしたでしょ。コラボって出たでしょ。いや、吉彦はね、すごいずっと依頼受けてるのよ、地下から、はい、あの池田の地下から通して、はい、で、この前、レジェンドゲームいうのがあったの、はい、ありましたね。あの時も吉彦が、タッチンって言うから、あいつ1個わしるより下じゃのにさ、うん、タッチンだからね、タッチン、YouTube 出てよって言うから、おう、いつでも出るよって言ったら、頼むよって言うちゃ、広島の方で、トーク少々上がるんで。え、出てないんですか。まあ、出てない。まあ、今もどう、はっきり言わんもん。あ、お前みたいにいついつの何時に来てくださいってこう言われたら泣くよ。あれアバウトなんで、ずっと常に。いやいや、これ遠慮してるんですよ。出てください。いや遠慮してないよ、絶対出てくださいよ。本当ですか。それでね、あの YouTube のあの吉彦チャンネルあるじゃん、達川とバトルが見たいって。じゃあ僕が間持ちますよ。持たんでくれ。達川組と高橋組を縁結びを持たんでくれ。いや持たんでくれ。いやいや若いということ。いやもう若いしとるよ。いや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 、杯用意しておきます。いやもう全くあのみんなが言うほど仲も悪くないし、うん、全然この前のレジェンドゲームもね仲良したよ。月2までしたもん、さっと。よし、それ仲いいとか関係ないから。びっくりしとったよ。わし吉井君がショート思って、わしがサードセカンド。本当ですか。いやさ、最後セカンド守ったのよ。なぜか言ったら江藤がキャッチャーで入団したのよ。知ってる、巨人の江藤で。江藤にお前大野が最後投げるんだけど、大野の球一回メイドの土産に取ってみたいか、言ったら取ってみたいです言うけ、じゃあ取れって言って、それは健二郎がセカンド守ってたのよ、はい、でサードを江藤守ってたから、ああ健二郎がサード行けってわしセカンド。監督ですか。いやいやいや監督じゃないけど、まあ、 あの別にこの A じゃないな。まあ大先輩ですもんね。いやそうだろうね、みんな後輩です。そのまあうまいこと回れるじゃない、わしがサードからいったら届かんじゃない、ファーストへ。まあ、だけどセカンドから届くもんでさ、吉彦のところでショートゴロ行ったのよ、兄貴さんの打球が。で、吉彦がしんどくてパシッと、あ、いや、サードゴロ、どっか、サードゴロ取りに行って、で、わしがパシッと取って、一塁へぶち投げたよ。ぶち投げた。うん、吉彦、懐かしいな、ぶち投げた。吉彦からこう投げたんで、そしたら、あのやっぱり、その以外に何とか言うのがあるじゃない、携帯に、なんかこう、いろんなつぶやくやつ。SNS ね、あのツイッターね、世紀の一瞬を見たいで、世紀の一瞬、吉彦から達川、達川から入ったり、まあまあそうですよね、達川が取らんのやないかって心配しとったと思う。でも MVP は吉彦だ。吉彦サローでいったの。打ったんですか。打ったのよ、3本打ったのよ。足が痛いじゃ、腰が痛いじゃ、ね、なんやかんや言いながら。だけどね、やきもち焼くわけじゃないが、やっぱり一番人気あったよ。あ、そうですか。吉彦人気ある、やっぱり吉彦。やっぱりわしがあの入った時さ、すごかったやっぱり。ダンボール3箱来たもん、ファンレター毎日。本当ですか。お前なんで本当ですかっていつも。いやいや、3箱っていう、そこで3箱の時にすぐ、そうですか、それはすごいですね言うのよ。いや本当ですか言うのよ。いやいや、ちょっとそれやめよ、その本当ですかって今度言ったらもうワンペナよ。わかりました。いや、3箱来るような時代じゃなかったでしょ。いや時代なのよ、これが。ちょうどね、吉彦らの前頃からさ、あのちょうど甲子園で太田浩二さんじゃの、島本晃平さんじゃの、いろいろこういう、まあ、佐藤岡さんとか見ました、ね、佐藤、そうそうそう、そういうあのアイドル的に野球選手を見るようになったわけ。あ、篠塚さんもそうなんですね。篠塚はこれまた結構銚子商業のね、千葉のお前海岸沿いで綱引き寄ってもさ、あの網を引き寄ってからお前すごい選手だったな。でもあれは選手だったよ。豊かの精神力いうか、こう貪欲さがあったら、うまいね、貪欲さ貪欲さがあったら2000本いっとるよ。貪欲さないもん。巨人で今まで一番あっさりしてたのは篠塚じゃもん。そうですか。あれが本気になった時にもうどうにもならん。もうすいません、今日許してください篠塚さん、言って男投げても打つ打つ。あれインコースめちゃくちゃ強かったもん。そうそう、ラインまで打ちよったもん。あと平子さんがバー
ーっと回して内藤が泣き崩れてうーっ言ったらサヨナラ負けだよ、サヨナラホームラン、本当そうですね。これ分かる人あんまりおらんと思うよ、わしらぐらいのね。いや分かるでしょ、いや野球ファンでしょ。あのボールが白から黄色になったのはあのホームランが栄えたもんね。そう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 、そういうことがないとね、なかなか変えられないですよね。豊のホームランは大体あのスタンドギリギリだもんね。まあそうですね。